月刊倉敷情報局、毎月1回倉敷市のホットな話題をお伝えする月刊倉敷情報局のコーナーです。さあ、スタジオには第41代倉敷小町の竹垣奈美恵さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、竹垣さん、今回のテーマなんですが、はい、今回はアートでフラット倉敷、謎解きとスイーツ巡りのスタンプラリーです。文化と芸術の町倉敷でアートとスイーツを楽しんでもらおうというキャンペーンで、飲食店には大原美術館所蔵の絵画をモチーフとした期間限定のスイーツが待っています。また今年は市内各所のアートスポットに謎解きが誕生しました。ダブルで楽しめそう。謎解きですか。はい、このように倉敷市内の25のスポットで謎が散りばめられていて、そのスポットに行くと謎が解けるようになっています。謎の答えとスイーツのスタンプで豪華商品に応募することができます。私も見て食べてアートを感じてきましたよ。まずは謎解きです。たくさんある謎の中から今回は一つだけ明かしたいと思います。やってきたのは倉敷市立美術館です。美術館の建物は日本を代表する建築家丹下健三が1960年に倉敷市庁舎として設計したもので、1983年に美術館として再生しました。倉敷ゆかりの日本画家池田洋尊のコレクションを中心に約1万1000点所蔵されています。ありました。謎、あ、こうやって書かれてるんですね。コンクリート打ちっぱなしの本館は現代の何作りと言われている、はい、私これ知っています。そうなの。ちなみにスタジオの宮武さん、答え分かりますか。いや、僕に振らないでよ、もう博学の僕に。じゃあ自分で、知ってるんですか。じゃあ知ってるんだ。どうかな、はい、モダン作り。小町になるにあたり勉強したことの一つなんですけれども、答えはあぜくら作りですよね。はい、よく知ってるね。正解です。さすが小町。せっかくなので外に出て見てみましょうか。はい。あぜくら作りというのは、木材をこう水平に積み上げていく建築工法のことで、日本では古くから取り入れられていました。一番有名なのは奈良の東大寺の正倉院で、教科書とかで見たことがあるんじゃないかなと思います。その外観とここの建物の外観がよく似ているので、現代のあぜくら作りと言われています。確かに角を見るとあぜくら作り特有の交差しているデザインになっているのがよくわかりますね。この建物は国の登録有形文化財にも登録されています。このように謎はアートスポットに行くと解けるようになっています。謎解き1ポイントゲットです。次はアートなスイーツ食べに行きますよ。訪れたのは玉島エリアにあるマークオーレカフェ。終日味わえるランチやパティシエが作るスイーツが人気のお店です。いろいろあるんですね。こちらではどんなアート作品がスイーツに変身しているんでしょうか。はい、当店ではこちらの作品をスイーツに仕立ててみました。モディリアーニのジャンヌ・エビュテルヌの肖像です。肖像画ですか。難しそう。想像がつかないです。イタリアの画家で彫刻家のモディリアーニの作品がスイーツとして命を吹き込まれていきます。どうやって。いよいよご対面。バナナ。そんなバナナ。わあ、確かになんとなく。わあ、かわいい。あ、もしかしてこのクッキー、うん、肖像画の顔ですか。僕もそう思った、はい、そうなんです。モディリアーニの絵はこの青い目が特徴なので、いろんなところに青い目を散りばめてみました。本当ですね、たくさん顔があってかわいいです。お洋服がちょっとブドウの色があるなっていうので、産地のを使ってみたりして、立ち姿もとても印象的なので、それを真似しようと思ってラングドシャもちょっとわざとこうくねくねっとさせてみたりとか。いただきます。おいしい。フルーツの酸味とクリームの甘さがおいしいですね。パフェの中のケーキ、実はショーケースの中から好きなものを選ぶことができるんです。それ嬉しいサービスですね。
どんなケーキを選ぶかによってパフェの表情もいろいろ違うので、また何度でも足運んでいただきたいです。スイーツを食べたらスタンプを押してもらいましょう。謎解きの答えとスイーツ、これでプレゼントに応募できますよ。アートなスイーツをもう一つご紹介します。水島エリアのパティスリーアルバさんです。上品な空間が広がるパティスリーで、手間暇かけて作られたケーキや焼き菓子は世界各地から取り寄せた厳選素材を惜しみなく使用しています。こちらでモチーフにしたのはモネの作品積みわら。これ見たことある人多いですよね。有名ですよね。お待たせしました。わあ、すごい美しいです。共感するわこれ。すごい綺麗ですね。こちらの方がこのタイトルになっている積みわらを表現したくて、面状の硬い布というものを使って表現してみました。あと中はちょっと秋が入ってきているので、いちじくの赤ワインにショコラとほうじ茶のクリーム、あと周りの方にヨーグリンのモンブランクリームを使用しております。わー、たくさん入っているんですね。どんな味がするんでしょう。それではいただきます。パリパリとした食感の中にまろやかなマロンクリームと爽やかなイチジク、口の中が楽しいです。皆さんが食べて何が入ってるんだろうというワクワクを楽しんでいただけるような思いで作らせていただきました。個人的にクロード・モネさんの作品が好きなんですけど、こう柔らかいタッチで人に刺さるような優しさを感じるので、今回こういう機会を与えていただいてすごく嬉しかったです。芸術の秋、食欲の秋が同時に楽しめるアートでフラット倉敷、街全体にアートがあふれる倉敷の秋を堪能してください。いや、こう見て食べて楽しむ、本当にいいですよね。なんか巡りたくなりますよね。そうだね、本当に芸術の秋と食欲の秋どっちも満たしてくれるというか、最高ですね。いいですね。では改めてイベントについて教えてください。はい、アートでフラット倉敷は倉敷市内のアートスポットに散りばめられた謎を解きながら、大原美術館所蔵の絵画をモチーフにしたスイーツをめぐるスタンプラリーで11月30日まで行っています。集まったポイントとスタンプで豪華商品に応募することができますよ。はい、さあ今日はスタジオに第41代倉敷小町の竹垣奈美恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、月刊倉敷情報局でした。